いつもご覧いただきありがとうございます今回も大谷翔平選手ドジャースの最新情報をご紹介いたします大谷はロボットだライバルが本音をポロリ激しい三冠王争いに苦笑い翌日には彼が打つからねロサンゼルスドジャースの大谷翔平選手とナショナルリーグの本塁打王を争っているアトランタブレイブスのマルセルオズナガイア氏が2日日本時間21日 本拠地フィラデルフィア・フィリーズ戦で37号ソロを放ったトップの大谷を2本差で追走しているが33歳のスラッガーオズナは三冠王を意識しない理由について大谷はロボットだからと独特の表現で驚異の存在を語っているこの日の試合6回にフィリーズの先発ザック・ウィーラー投手から中堅フェンスを悠々と超える37号。 試合後のインタビューの様子をブレイブスの地元放送局バリースポーツブレイブスが公式 X 旧ツイッターに公開した三冠王が期待される大谷は打率2割9分1厘39本塁打88打点小綱は打率3割9厘37本塁打94打点で打率と打点はリーグ2冠だ自身の三冠王について問われた小綱は三冠王は気にしていないよ毎日球場に来て チームの勝利に貢献できるようにベストを尽くしてプレーするだけだ最も大事なのは健康でいてチームにエネルギーを与えることだと返答した気にしていない理由について問われるとなぜなら反対側西海岸にはロボットがいることを全員が知っているからだ大谷はロボットだと言って笑わせた大谷同様好調な打撃を続ける大綱だが本塁打数を追いつこうとしたら 翌日に彼は何本か打ってしまうんだと苦笑いしていたオズナ87年ぶり三冠王でも大谷翔平の MVP 優勢か米メディアメリカンリーグの三冠王は2012年に当時デトロイトタイガースのミゲル・カブレラが達成しているがナショナルリーグで三冠王誕生となれば1937年のジョー・メドウィックカージナルス以来となる。 まさに世紀の大偉業となるだけに米国内でも「ナショナルリーグ MVP」の行方が話題に上り始めた。敏腕記者のボブ・ナイチンゲール氏は自身の X 旧 Twitter で大谷翔平が40本塁打40盗塁に近づいている一方で三冠王の座に近づきナショナルリーグの MVP 論争の中心にいるのは誰でしょうかとつぶやきオズナの今季ここまでの主要打撃3部門の成績を羅列した。 MLB 公式サイトなども大谷と大綱を比較同サイトは近年の傾向としてウォーの数値が重視されるとして大谷がダントツの数値を叩き出しており優位であるとした王はセーバーメトリックスによって打撃走塁守備などを総合的に評価して選手の貢献度を示す指標だ大谷も大綱も指名打者すでに38盗塁をマークしている大谷が走塁面での貢献度で数値を押し上げ オズナに大差をつけるのは必然だ米データサイトベースボール・リファレンスによれば大谷が6.2でリーグ1位小綱が4.2でリーグ8位と算定されている直近の傾向としてはすんなり大谷の2年連続3度目史上2人目となる両リーグ MVP で決着する可能性が高いだが小綱が三冠王を獲得すればリーグ87年ぶりの快挙それだけに9回 ファンの間で MVP 論争が熱を帯び始めるるのもうなずける残り試合はドジャースが35試合ブレーブスが37試合45本塁打45盗塁も視野に入る大谷翔平が現状では優勢と見られるが果たして最後ままでごご覧いいただきありがとうございますもしよろしければチャンネル登録高評価コメントをよろしくお願いいたします。